皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もフォールアウト4やっていきたいと思います。今回ねやることなんですけど、こちらのねコベナントを襲撃したいと思います。私のねセーブデータだとコベナントとはね決別しちゃったんだよ。選択肢で人造人間にこう手を貸すか、それとも人間コベナント側かなにこう手を貸すかみたいな選択肢があって、私ね人造人間に手を貸すみたいな選択肢をしちゃってコベナントとね決裂してしまったんですよ。まあ決裂しちゃったんだけど、コメントによりますとねコベナントを襲撃すると拠点として使えるということなので、今ねこのタフィントンボードハウス近くにいるんだけど、早速こちらのねコベナント殲滅作戦に出たいと思う。そうだ、ちょっとマーカーつけとこうか。わかんなくなっちゃいそうだな。マーカー。さて、これで、あちら側でしょうかね。武器はね、何でいこうかな。ショットガン、いや、でもあれかな。ちょっと、サプレッサー付きで、いっちゃおうかな、これ。私、実を言うとね、フォールアウト、久しぶりでございます。またしても久しぶりのフォールアウトでございますが、やってきました。コベナント襲撃作戦でございます。前々からねコベナントをね襲撃しないとなとは分かってたんだけど、ちょっとねずっと後回しにしておったんで、今回ねこちらやっていきたいと思います。ここら辺だな、コベナント。あれやコベナント、ちょっとこそこそ行こう。あそこにマシンガンタレットとかあるよね。まずあそこら辺をこう軽くポン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 と。一緒にいるよ。オッケー、まずは簡単なところからね、やらせていただきましょう。少しずつね、コベラントとは決裂してるからね。もうこの際、スワンソンが来てるわ。スワンソンどこいる？あそこにマシンガンタレとか。スワンソンはここから見えないのかな。いるわ、来てるわ。スワンソン気づいてないようだな。私このままやらせていただきたいと思う。ほらスワンソン死ねえ。よし、とりあえずスワンソン一匹。どうや。あし、一人だぞ。ドクターパトリシアン。これもやっつけちゃおう、もう。ドクター、すまん。すまん、こって。よいしょ、どうだ、いたか。他にまだいるか。他、入植者。あんなとこにも知らん人いるわ。とりあえずね、回収物、回収しよう。痛い。地味に痛い。なんか地図が手に入った。痛い。ちょっと待ってくれ。もう一人さ、スワンソンここら辺でやっつけた感じだったけど。くっそ。なんか横に、真横に、わかりづらいとこいるわ。おら死ねや。よし。いいぞ。少しずつやってるぞ。おら下手くそ。めっちゃ下手くそな感じではありますけどね。やったれい。もう全滅や。この町壊滅させるぞ。このままやったれ、やったれ。スワンソンここら辺で死んだ。いたスワンソン。この死体を回収しよう。コベラントスワンソンいただきだぜ。死体消えちゃうかもしれないからね。回収。もう一匹ここら辺にいたような。マシンガンタレットもそうだ、やったんだ。死んだ。あそこペニーがいるわ。ペニー、変な声のペニーや。ペニーもやる気だな、銃持ってるもんな。おいペニー待て、ペニー待て、ペニー意外とタフ。死んだ。よしコベナントの鍵もゲット。誰がいる、まだいる。入植者の方がいるんだ。なんかもう一人ここら辺でさ倒した感じがあったんだけど、どこだったかな。もう死体全部、いたこれ、この人や。ブライアン・フィッツジェラルドからのね、いただき申した。あの入植者は危険か？大丈夫か？入植者。おい、入植者！これ殺してよかったか、入植者。まあいいや、もうこの際ね、やっちゃう。コベラントの鍵。コベラントのやっぱ住民だったんだね。あと一匹か？どこや？マシンガンタレットだよね。オッケー。なんか人がね、動いてるっぽい感じなんだ。
中にいるのかな。まあとりあえずねぶち壊そう、うん、マシンガンタレットとか危険だ、危険や。よしよし、いやもう仲直りこれ無理だよ、 100% 無理や仲直りは。 OKOKOK どうだ、弾か、うん、まあチロッとしたもんですわい、チロッとしたものをねいただいてる。あ、入植者か、大丈夫か。あ、ナイス、頭をちぎっておりますわ。コメラントの鍵いただき、もうね殲滅した感じかな、綺麗にした感じかな。案外大したことない感じだったな、大したことない。あのねこちらの奇襲作戦にまあみんなまんまとねこうやられちゃった感じでしょうかね。マシンガンタレットはもう全部取ったかな、うん、あ一応盗むになってんな。あ、パイパーの反感を買いました。そうだパイパーね盗むとね反感を買うんだったわ、すっかり忘れておりましたわ。だこれで制圧し終わったんやないか、全員いたんやないかな。ちょっと、テイトとかもいただいておきましょう、うん、この際もいただけるものは全ていただいてね、こちら拠点として使えるようになったんじゃないか。ワークショップとかもねあるはずだから、これね友好関係さえ築ければね、ショップとかでもこうお買い物とかもねできたんだけどな。なんか人造人間の探偵をねちょうどコベラント来てる時に仲間にしてたからね、なんかあんまりさ人造人間側をこう悪く言うのもなんか心が引けるみたいな感じでさ、ね、あコベラントのワークショップ使えるってよ、やったぜ。心が引けるっていうのでこうちょっとね、うん、人造人間のこと悪く言えなかったんだよね。これ修理はできないのかな、修理できないか。じゃあもうタレット、あ電気が足りないか。まあでもこれでね拠点として、使うことが、できますので、まあまあ良かったんじゃないかな。どうでしょうかね、コベラント襲撃作戦でございました、うん、まあ案外ねみんな骨がなかったからねちゃちゃっとやれました。ここねいいものとかもね売ってくれてたんだけどね、このお店ちょっと欲しいなとかって思ってたんだけど、もうやってしまいました。あ盗むになってる、あこれも全部盗んじゃうか、全部盗んじゃうか、うん、もうねこれ全部私のものですから、これねありがとうございます。こんな感じでコベナと襲撃作戦終了でございます。案外早かったね、うん、他にこのコベラントってね怪しいものとかって隠されてたかな。なんか人造人間をこうかくまってたりとかしてたんだったかな。ちょっとこうねコベラント来たの結構前だからねもう薄い記憶になっておりますけど、あタバコか、皆さんねどうでしょうか。コベナントはね友好関係を築いてねコベナント民は生きておりますでしょうか。私は、全滅させてしまいました。あらこアイテムの何かだね、こ 何かしらの発注書でしょうかね。まあとりあえず金庫開けよう、うん、それからや、よいしょ、開かないか、ここら辺か、よし OK。 いやもっとコベラントね制圧するの大変かなと思ったけど案外楽でよかったわ、うん、とりあえず物資の方いただこう。もうここ誰もいないんだったらね、一応盗むとかにもなっちゃってるけど、まあねいいのかな、もういいのかな、いい感じでしょうかね。あら手紙だ、コベラントの注意勧告っていうのがあるぞ。あそういえばこういうのあったかもね、インスティチュートについてね話しちゃいけないっていうね、コベナント側のこう厳しい規則みたいなあったような気がするな。コベナントの鍵、あそうかコベナントの鍵がないとこれ開けられないんだったか、コベナントの鍵、うん、そうだそうだ、鍵でねなんかここら辺閉じ込められてたような気がするわ。
ちょっとこう思い出しながら、やっております。こちらコベナント制圧作戦でございましたいや本当にね、ここの街ってすごい怪しかったんだよね。なんか人がこう消えるっていうね、誰だったかな、正直者のなんとかさんがね、なんか霊場の娘みたいなのがここら辺で消えて、それをこうどうにかね探したいみたいな言っとったんや確か。うん、これね、いや本当はねこう有効的に行きたいところではあったんですけどね、私としても。まあね、致し方ないかなっていう感じですかね。致し方ない私の選択肢がね完全にミスっておったんでね、もう本当にこういう結果にしかならなかったんですけど、まあねこういうこともねたまにあるかななんていう感じですわ。他にねいただけるものはね特にない感じですかね。あとはあれかな、なんかこのこれターミナルはもう使えるか。うん、あのターミナルは別に大したものじゃなかった気がするな。で、あとはこの奥か。うん、ここだけや、怪しかったところ。でも特にもうなんかなかったような気が。この本取れないんだな。これはただの飾りでしょうか。あ、傘だ、傘立てに傘。ここら辺もいただいとこう。最近プラスチックだったかな、結構ねこうなくなってきてはいるんだけど。そうそう、ここ牢屋。うん、怪しいよね、普通の一般の家にさこんな怪しい施設があったらね。確か正直者のなんとかさんもねここ怪しんでた気がするな。まあ私が調査してね、その正直者のなんとかさんにこう教えてた気がしますよ。え、結構前かな、コベナントのね真実について知る動画あげたのがね。もうどれぐらい前だろう、もうね去年だったかな多分ね。動画として撮ったのは去年頃だったと思います。うん、この薄い記憶からするにね多分それぐらいだったと思われます。はい、出た。ちょっといろいろねもう盗むだけ盗んじゃう。であと材料さえ持ってこれば、コベナントのワークショップがね使えますので、いろいろ物資の方持ってきてコベナントに人をね住まわせてもいいかもしれない。このターミナルもね前潜入した時に使ったんだよね。うん、ここね漁師の下書きってね、うん、コベナントの近くでこうね研究してる研究所みたいなところがね確かあったんだよ。うん、で一旦ここね制圧終わったから物資の方をね取りに行ってもいいかな。じゃあね久しぶりにこれちょっとワークショップとかもねやりましょうか。さて、コベナントの方に物資をね持ってまいりました。そうそう、そういえばこの玄関先のところって調べてなかったな。これちょっといただいとこう。もうねコベナントにはね、私しか住んでおりません。私しかおりませんのでね、ここら辺ね全て回収してね、あそこに入れとこうかな。ワークショップの中にね入れておこうかな。こんなもんかな玄関先は。じゃあとりあえずね、あこれ取ったか。うん、とりあえずコベナントの中に入りまして、ワークショップをね開きましょうか。さあ、パイパーさんこちらへどうぞ。うん、こんな感じですわ。あにゃんこちゃんはね生存している。首が落ちておりますけど、ちょっとパイパーさん、ね、こっちこっちに来てくれ。こっちに来てくれ。ワークショップにね荷物欲しいから、パイパーちゃんを、パイパーさんちょっとあら調べられない。あ、ね、これで命令できるわ。パイパーからこうねいただきたいジャンク品かな。うん、ジャンク品をね大量に積んできましたんでね、こちらパイパーからね受け取って、このコベナントをねちょっと復興させていきたいと思う。あれラジオ塔だったかな、入植者の方を来るやつを設置したりすると入植者がねこれ来るんではないでしょうかね。とりあえずこれで、まずはねワークショップに、移しましょう。うん、大量に持ってきたからね楽しみだね。
ここも入職者10人ぐらい来てくれるとね助かるんですけど、あとあの取引してる人くれる人とかもね、どうだろう、ただの入職者だけの町になっちゃうのかな、このコベナント。まあいいかな、もうみんな殺しちゃったもんね。取引、本来取引してくれる方もねおりましたけど、もう敵対しちゃったから、もうね殺すしかない感じでしたわ。うん、まあまあ仕方ない。これでね、とりあえず、ジャンク品の方入れまして、こんだけ持ってこって来たらね、もう申し分ないんじゃないかな、コベラント復興作戦については。うん、ものすごくね大量に持ってきましたんで、どれぐらいだ、200キロ近くとか持ってきたのかな、物資の方。まあ、こんだけ運んどけばねもう大丈夫かな。出た、ねワークショップ、まずは人が来るように、パワーの方で、これだね。うん、募集のこれ無線のビーコンをね、ここら辺かなに立てとこう。で、あとはパワータレットの方が必要だから、ジェネレーターか。うん、これをこうポリッとね、どこら辺いけるかな、微妙に置け、あ、ここ置けるか。じゃあここに置いて、でまだこれつなげましょう。うん、よし、これでだ。これ、あ、オンになってるか。これだったら大丈夫かな。でだ、もうちょっとね、ワークショップの方を、あ、アイテムがある。こんなところに。取り忘れでございますな、これ。一応もうここはね、我が拠点となっているのかな。なんかたまに盗むって出たりするけど、基本的にはもう盗むではないのかな。ほとんど武士の方取っちゃったもんね。まずはワークショップ。あとは設置するもの、あ、水も少ないんだ。なんかこれ解体とかできるものとかは、あ、これいらないものとか解体しとこう。この上のタレットとかって、あ、あれは特に解体できるものじゃないのか。そうね、防御の方が今ゼロだな。じゃあ防御、ちょっと待って、なんかしゃがんでんだよ今。これちょっとしゃがんでるから立たせて、これでワークショップで、防御の方を固めましょうか。タレットね、ヘビーマシンガンタレット置いとこうかな、ここら辺に。ポポンとこれ。ヘビーマシンガンタレット。これで防御の方を少し固くしていきたいな。置けるかな、どっか、あ、ここいけるわ。よしよし。確か四隅のところに置いてたんだよね、ベナントちゃん。うん。裏のところって、あー、これも壊した。ここら辺、ここら辺置けない。どこや、置けるポイントってね。あ、ここや、ここに置いとこう。うん、こんなもんかな。あと裏とかかな。あー、そこは一応正常に作動してるみたいね。うん、壊してなければ正常に作動する感じだったのかな。まあとりあえずこれぐらいでいいのかな。防御の方は今32あるから、まあこれでいいとして、まああと念のために誰か襲撃した時のために、ここら辺にちょっとタレット置いとこうかな。うん、2個ぐらい置いとこう。うん、どうせ入り口は正面だけだから、これでね、あのもしものために、配置させていただいて、で防御力今48か。うん、あとは食料とか水とかが足りないから、水、うん、いくつか水のこれ置いとこっか、家のところらへんとか。置けるポイントあるかな、これ。あ、ここ置けるね。ちょろちょろっとこう配置しときましょうかね、これ。うん、これでね、また誰かがね住んでくれたらね非常にいいんですけど、どうかな、来てくれるかな。やっぱまあ時間が経たないとね来てくれないとかもありますので、ちょっとね今しばらくね作って待つ感じですかね。うん、とりあえずまあ一軒にまあ一個ぐらいこれ水のやつとかも置いとこうかな、こういう感じでね。これでねだいぶねお水問題に関しては、うん、15になったね、だいぶ良くなったんじゃないか。ここももう一個置いとこうかな。置ける場所にも置いとこう。うん、ポンポンと。
ポンポンポンとこれ置かせていただいておりますよ。こんな感じでいいかな、まあ、この玄関先とかにも置いとこうかな。置ける？ここら辺。あ、いけるね。うん。で、水の方が21か、うん。あら、人間もう2人来てるやん。あ、来た来た。早速来てる。なんかすごい、顔傷ついてないこれ。あ、違うね。マスクしてんだ。おしゃれなマスクですね。物をいくつか交換したいの。わかった。交換しましょう。あ、ロードレーザー持ってんだ。まあ、ロードレーザーいただこう。で、玉の方は私の方で一回渡しとかないと、無限に打ってくれないので、38口径を、そうね、3発ぐらいかな。3発ぐらい一応持たせておきましょう。これで無限に打ってくれるかな。この人も入植者。構わんぞ。新しい入植者来ておりますね。38口径一回渡しましょうか。3発ほどね。うん。まあこの方々もこう武装できるように僕の品とかも持ってきてもいいかもしれないね。でだ、他にワークショップで必要なもの、作物って今持ってたかな。もうちょっと植えとこうかな。そうですね、ちょっと植えさせていただきたいと思います。何がある？スイカか。スイカちょろちょろっと、これ1個だけだったか。あとテイトかな。うん、先ほどここで収穫したテイトとか置けるね。これじゃあ早速置いとこう。うん。まあね、どれぐらいここにね入植者の方来てくれるか分かりませんので、念のためにね作物の方はいっぱいね植えておきましょうか。うん。データ、あとはもう他にね置けるものももうないかな。あ、どうした？あ、どうした？なんか急にわーって言ったけど、どうした？何があった？なんかわーって喧嘩？喧嘩した？え、この中で喧嘩した？誰と誰が喧嘩したんや。あ、この二人が喧嘩した。気をつけろ。持ち物をいくつか交換しましょう。大丈夫？なんか二人で喧嘩したって感じだったけど。あ、そうだった。泥棒？あ、いた。は？え、なんで？え？おい、入植者いたな。おい、入植者なんでや。え、泥棒？私、あ、そうか、盗んだってことになってんのかな。まあいいや、入植者これ殺しちゃおう。殺しちゃおう。仕方ねえや。なんかあれ盗んだ系になっちゃったのかな。あれ、パイパー、え、パイパー敵対してる？え、なんで、え、パイパー敵対したんだが。あ、入植者殺したから。え、そんなバカな。ごめん、ほんとごめん。逃げよ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 。とんでもねえことやっちまったわ。あれかな、離れればパイパーとの敵対なくなるのかな。さ、コペラント戻ってきましたけど、女の人を殺しちゃって男の人一人だけかな今。どういう感じ。一応敵対マークになってはいるけど、どこにいた感じでしょうかね。外にいるのかな、もしかして。ここ仕方ねえな、一回あれ始末するか。うん、なんか敵対しちゃったし仕方ねえ。入植者はぶっ殺してね、これで綺麗にした状態でまたね、コメラント復活ですわ。コメラントとんでもねえやり方してしもうたな。これ入ってきた入植者はねぶち殺すというね始末でございます。まあとりあえずいらんもんちょっと置いとこうっと。すぐねまた新しい人が入ってくれるとね非常に嬉しいんですけど、私がねぶち殺してしまった分ね、うん、いやー、ほんと気をつけないといけなかったのにやってしまいました。どうでしょうかね皆さん、こういうねこととかなっておりますでしょうか。私は気づかず殺しちゃった、なんか盗みを働いたみたいな感じになっちゃって、いや久しぶりのねフォールアウトね、散々な感じではありますけどね、まあ少しずつねやっていきたいと思いますよ。うん、このねちょっとこう間抜けな感じのねフォールアウト、
久しぶりだったな。あとはさ、ワークショップ他に作るものないもんね。食料が今ゼロか。まあ人がいないからね。まあ時間が経てばこう人もね復活してくれるんではないでしょうかね。まあとりあえずね、今回はねここら辺にねしておこうかななんていう感じですけど、いらんもんもねこれしっかりと解体させていただいてと、うん。いやーパイパーね、また迎えに行かないといけないかな。たまにはねあの違う人をこう仲間としてこう連れてきてもいいかなとは思いますけど、まあコベナント復興作戦についてはね今しばらくね待たれよっていう感じですかね。仲間せっかく2人来たのにね、私がぶち殺しちゃったから、やってしまいました。うん死体だけはね消えなかったりするからな、あれ。これね、あそこに無残に死んでいる入植者の方がおりますけど、まあね、あのこういう感じでこうやっております、私。うん、まあまたねフォールアウトもね少しずつね進めていけたらと思いますよ。はい、ということでね、次はねあのクエストの方ねやっていきたいかなと思います。うん、あの他にもクエストね受けているクエストいっぱいまだありますので、まあそちらの方もね進めていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。